こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。最終的かつ不可逆的な解決を確認した日韓合意を無視し、日本に対し被害妄想を向けている韓国ですが、慰安婦は強制だと日本の教科書に記載されているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本軍慰安婦動員の強制性などを比較的事実通りに説明した歴史教科書が来年日本の高校の授業で最も多く使われる見通しだ。連合ニュースによると、日本の文部科学省が集計した日本の高等学校2022学年度教科書需要結果を見ると、歴史総合科目に山川出版社が作成した歴史総合近代から現代へがシェア 21.2% で最も高かった。山川出版社の教材は慰安婦と強制徴用について日本の他の教科書に比べて比較的明確に記述したものと評価される。歴史総合近代から現代へにも慰安婦などについて各地の戦場に慰安所が設置され、日本や朝鮮、台湾、占領地の女性が慰安婦として募集された。強制されたり騙されて連行された例もあるとし、慰安婦動員の強制性を記述した。山川出版社の他の教科書も、シェアの面で高い順位を記録した。現代の歴史総合を見る、読み解く、考えるが、シェア 13.9% で3位、私たちの歴史、日本から世界へ、も、6.6% で6位にランクインした。歴史総合科目で山川が3教科書合計 41.7% のシェアを記録したのだ。生徒や教師など約33万人が来年の歴史授業で山川教科書を使用することになる。一方、右翼政党の教科書である明星社の私たちの歴史総合はシェア 0.5% で最下位を記録した。この教科書は第二次世界大戦の永久戦犯を審判した極東国際軍事裁判東京裁判に疑問を提起する内容を盛り込んだ。また帝国は現在の時局を打開し自尊自衛を全うするため断固として立ち上がるという日本の東条英機元首相の演説を何の批判もなく掲載した。東条英機は東京裁判で絞首刑になった永久戦犯だ。右翼団体新しい歴史教科書を作る会の構成員が書いた自由書の中学校社会歴史的分野教科書も一線の学校から敬遠された。この教科書は昨年検定で脱落している。再挑戦して今年3月に検定を通過したが、教科書の需要は500部に満たないことが分かった。約112万部の教科書全体需要のうち、自由書の教科書需要は435部、シェア 0.0% にとどまったと調査された。それでは、ネットの反応です。過ちと恥ずかしい過去を果敢に知らせ、後代に正しい歴史観を植え付けることが今の世代の仕事だ。手のひらで殻を隠すことはできないものだ。韓国には、慰安婦おばあさんを30年食い物にしたいミカがいる、かっこ笑い。それを政治の道具として利用したムンジェインがいる。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。